株式会社シンクルシ島ドックは愛媛県今治市大成町に本社を置く造船メーカーである。旧社名はクルシマドック。本社を置く愛媛県今治市の大成工場のほかグループで愛知県、大阪府、岡山県、広島県、愛媛県、高知県、徳島県に造船所を保有している。また、大成工場には設計。 管理部門などが入る大西総合事務所が併設されており、主力拠点となっている。2019年現在の新造先生産量は74万、相当で国内企業で7位の実績を誇る。自動車運搬船やケミカルタンカーなどの高付加価値船を主力としている。苦島ドック時代には経営者の坪内敏夫の下で、 独自のコスト削減などの経営手法により、愛媛県を中心に一大企業グループを築いた。1980年代の造船不況で、坪内は経営から退き、シンクル島ドックとして再発足してグループ会社も複数参加を離れた。シンクル島ドックの前身は1902年に設立された橋浜選挙株式会社である。 橋浜選挙は、橋浜財界の手で、橋浜湾の西岸にあった、塩田の一角を埋め立てて設立され、当初は木造帆船を建造していた。1923年に、石崎金久が社長に就任し、翌年の1924年から、機械工業の設備を整え、高船の建造、修理に着手した。 1930年には造船のほかに、暮れ海軍交渉の下請け工場として、各種砲弾の製造を手掛けるようになった。しかし、戦時の資材統制が厳しくなる中で経営が難しくなり、1940年に住友資本の参加に入った。戦後の1945年には住友参加より離れた。1949年5月には、 橋浜選挙を解散し、来島選挙株式会社を設立したが、12月には一時休業に追い込まれた。1953年に、坪内俊夫が有志の依頼を受け、社長に就任し業務を再開した。坪内は、船のゲップ販売という延ば払い商法によって、海上トラックと称する内航標準船を、愛媛選手向けに販売する商法であたり、 クルシマ選挙を再建。佐世保重工業や函館とつくなどの造船会社のほか海運、金融、観光事業など様々な企業を参加に持ち、最盛期には180社に及ぶクルシマドックグループを形成した。しかし、1980年代の急激な円高、ドル安、参考期限の倒産などで経営環境が悪化。 1986年9月には2600億円の負債を抱えた、クルシマドックグループは、日本債券信用銀行の管理下に置かれた。その後グループは解体され、造船事業などは1987年に新たに設立された、株式会社新シ,シマドックに事業を譲渡された。旧会社は、クルシマ興産に、 社名変更し1991年12月に解散した。2000年には、橋浜工場、広島工場、陸機部門を分社化。2006年には、西部建設より、三家の西部造船を買収した。2021年に、佐野安ホールディングスから佐野安造船の全株式を取得した。 ABCD 株式会社シンクルシマドック第34期決算広告、造船不況に、コロナをいうち佐の安産業機会に、活路日本経済新聞、2021年1月16日、閲覧。今治市長、岡島和夫、今治郷土資源代の今治知識人間団4、591ページ。今治市長、 岡島和夫、今治郷土資源大の今治市資金源五4、591ページ594ページ。AB4 軍事産業の展開から造船、機械愛媛の記憶、2021年1月17日、閲覧。今治造船株式会社、船造り一筋基準、檜垣敏百329ページ。大成長教育委員会、大成長誌。 355.356ページ、今治造船株式会社、船作り一筋記事、日垣俊行き、211ページ。リノベータに徹せなかった、再建の神様、坪内俊夫日本経済新聞、2021年1月17日、閲覧。新来島ドック本社、東京駅、サピアタワーに移転日本海事新聞電子版。 2021年12月20日、閲覧。連結子会社の移動に関する、お知らせ佐野安ホールディングス2020年11月9日、佐野安造船株式会社の株式取得について、シンクルシマドック2020年11月9日、シンクルシマドック、東京事務所移転日本開示新聞電子版、2021年12月20日、閲覧。 宇和島市長、石橋博久、宇和島市市、下巻879ページ。日本初のポストパナマックス型自動車船が竣工ロージスティークス・トゥデー、2021年1月16日、閲覧。シップ・オブ・ザ・イヤー2014大型貨物船、鞘沿道 LNG 船に決定日本船舶、海洋工学会、2021年1月16日、閲覧。 日本初 LNG 燃料自動車運搬船が、竣工しました。シンクル島ドック、桜リーダーが、シップ・オブ・ザ・イヤー2020、かぐやが、小型貨物船部門賞を受賞日本優先、株式会社、シップ・オブ・ザ・イヤー2020日本選択、海洋工学会。日本初 LNG 燃料自動車運搬船、桜リーダーが、シップ・オブ・ザ・イヤー2020を受賞いたしました。 シンクルシマドックシンクルシマドック。愛媛丸の代替戦を落札日本開示。新聞電子版。2021年1月16日。閲覧。仮面ライダースピリッツ受け継がれる魂2より。ありがとうございます。